航空自衛隊浜松基地は基地内の井戸水の水質調査結果を公表し、すべてで有機フッ素化合物の暫定指針値を下回ったと発表しました。有機フッ素化合物 PFAS は国の暫定指針値で1リットル当たり50ナノグラム以下と定められていますが、航空自衛隊浜松基地が先月20日に行った調査では、全4カ所ある井戸水のうち1カ所が10ナノグラム、残りの3カ所は 0.3 ナノグラムで、すべての井戸水で暫定指針値を下回ったということです。この問題をめぐっては、浜松基地周辺の地下水などから最大で暫定指針値の28倍にあたる高濃度の PFAS が検出されていて、浜松市は浜松基地に水質調査のほか、PFAS を含む泡消火剤の使用履歴や基地から出る排水の水質調査を要望しています。浜松基地は今後も市と連携して調査を進めるとしています。